はい、北九州市小倉北区の旦過市場に来てます。もうあれから1年が経ったということですね。で、私去年何度かこちらを訪れて取材させていただいたんですが、久々にこちらに来て感じるのが本当に大きな変化と、やっぱり着実な復興ですね。これを本当に痛感してます。で、まず最初にこちらです。先月末に焼け跡に完成した長屋作りの仮設店舗、旦過青空市場ですね。で、この場所が去年4月の火災で一番損傷が激しかった新旦過横丁という場所でほとんど焼け落ちてたんですけど、そこに ようやく1年かけてですね、この仮設店舗が建ったということです。で、こちらにですね、被災した店舗21店舗を含めて今月以降順次この中に入って営業していくということなんですね。さあ、では改めて今回の火災でどんな被害、どれだけの被害があったかなんですけども、最初に去年4月に火災が起きた時には旦過市場の42店舗が焼損しました。そしてそのさらに4ヶ月後ですね、去年8月47店舗が被災しまして、合わせて87店舗が被害を受ける形となったんですね。そしてこの旦過一帯、それ以降やっぱり本当に瓦礫の山で更地になっていました。ですが、そこに現在は先ほどの仮設店舗も建って非常に綺麗な形で整備されてまして、ここからどうやって復興していくのか、あそこの期待が高まっているわけです。さあ、ということで正面のですね、北側の市場の入り口まで来ました。ちょっと中に入っていきましょう。で、私ね、去年何回も来てる時にやっぱり火災の数ヶ月後でもやっぱりこの辺り結構焦げ臭い匂いがしてたんですよ。やっぱり火災現場だっていう印象が拭えなかったんですね。でも今日そうですね、久しぶりに来まして、もう全くその印象はない、そういう匂いも感じられないし、本当に復興してきていることをね、強く痛感するんですね。そして今日北九州市に、ね、聞いたんですけど、被災した店舗のうちですね、大体6割から7割が再開がもう決まってる、もしくは再開の目処が立っているということなんで、もう一歩ずつではありますが着実に前に踏み出してるんですね。外国人観光客の方がツアーで来てたりして、やっぱりもう明らかに盛り上がりがね、発生直後とは違うんですね。さあ、そしてですね、今ちょうどこちら別のテレビ局さんも中継はされてますがね、こちらね、海産物の山市さんというところでして、こちら去年8月の火災で全焼したんですけども、その後このテントの形でね、営業をね、再開してるんですね。で、店主の方にもお話聞きましたけども、やっぱりもう今はね、どん底まで来てしまったから這い上がるだけだと、今はむしろ火災があったけども忙しくなってきて、火災自体を忘れられているというふうにもおっしゃっていました。そしてですね、このこちらが創業およそ70年の利根食肉さんですね。こちらはね、もともとこの場所にお店あったんですが、去年4月の時に全焼したそうです。そしてだいたい1年くらいかけて先月ようやくお店建て直して再建できたんです。そしてこのね、レトロな利根食肉っていう看板なんですが、これだけが火事現場から見つかって残っていたんですよ。ですので新しい店にもこうやって付け替えているんです。さあ、そして店主の松田さん、お話聞きたいと思います、はい、すいません、もうお忙しいところありがとうございます。もうようやくですね、だいたい1年ぐらいかけてお店再建されましたけど、この1年どんな1年でしたか？この1年はね、なんとも退屈な1年。そうですよね。先月ね、ようやく、お店が再開できて同じ場所で、お客さんの反応っていかがですか？お客さんの反応はね、よかった。よかった、どういうふうにおっしゃってました？もう早く店開けてくれてよかったってね、みんな待っとったって。そうですか。そうですよね。やっぱり常連客の方も戻ってきてますか？もう完全に、そうですか。じゃあ、お店のにぎわいとしてももうほぼかつてのような形で。そうです、よかったです。そしたらですね、松田さん、松田さんにとってこの旦過市場ってどういう存在ですか？もう人情の町やけね、何も買い難いような町やね。なるほどね。
そしてね、松田さん、いつもですね、我々もよく取材させてもらってまして、いつもおっしゃってる松田さんの本当に僕らが励まされるお言葉があって、ぜひそれ聞かせてもらえないですかね。アイラブタンガ本当にね、松田さんのこのお言葉に我々がね励まされているような、そんな印象を受けます。本当にすみません、お忙しいところありがとうございます。失礼します。さあ、そして発生から1年経った今日ですね、北九州市竹内市長と市場の関係者が共同で会見を開きました。そちらまずご覧ください。で、今日竹内市長がですね、かつてのそのタンガのにぎわいを取り戻そうとですね、国の支援を受けて官民連携の組織を発足させると発表したんですね。で、タンガ地区っていうのが国の再生事業に今回選ばれまして、400万円の補助金を活用できることになったそうです。ということで今後ですね、タンガリボンフェスト名打ちまして、特売とかあと夜市ですね、こういった形でいろんなイベントを開催して市民の皆さんに感謝の思いを伝えていくということでした。出口さん、スタジオお返します。はい、川崎キャスターにタンガ市場の復興の様子伝えてもらいました。そしてタンガ市場のアーケード街には今、五十嵐アナウンサーが行っています。現在のにぎわいはどうでしょうか、五十嵐さん。はい、私は火災があった場所から奥に入ったエリアに来ています。ご覧のように昔懐かしい雰囲気のお店が軒を連ねています。その数々はといいますと、タンガ市場の開業当時からのお店なんだそうです。あ、こんにちは。さあ、その中の一つがといいますと、フルーツショップヤギです。こちらのフルーツショップヤギはですね、開業してからあるお店ですので、100年近い歴史があるんですよね。そうですね、もう100年近くなります。はい、ね、マンゴーはもちろんですけれども、他にもヒューガナツ、メロンなど本当に美味しそうなフルーツ並んでいます。中でも今一番のおすすめはどちらになりますか。そうですね、うちは今この白いちごをいつもおすすめしてます。白いちご、はい、私デパートでしか見たことなかったですね。そうですね、こちら今、はい、まあ、赤の色もいいですけど、白のいちごもとてもね晴れますのでね。そうですよね、うん、美味しいです。特別に試食させていただけるということで、はい、ありがとうございます。通称白い宝石とも呼ばれているそうです。いただきます。美味しいですね。まろやかでしょ。まろやかで、そしてみずみずしいです。果汁がものすごく出てきますね。また赤とは、ね、違うな、違いますね、うん、味わいがありますね、はい、ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。旦過市場はですね、この度2度の大規模火災に見舞われましたけれども、はい、火災後のお店、そして市場の雰囲気はいかがですか。そうですね、もう火災にあった時はもうとてももうショックで、もうお店もできない状態でとっても悲しかったですけど、今徐々に報道の方とか宣伝してくださる方たちのおかげでね、だいたい6割から7割ぐらいは戻ってきてると思います。そうなんですね、はい、また元の、ね、にぎわいが戻る日も近そうですね、はいはい、ありがたいです。もう本当にお客様には感謝です。本当に、はい、ありがとうございました。はい、旦過市場はですね、北九州の台所と呼ばれていますので、先ほどの青果店に加えまして、鮮魚店、そしてお惣菜のお店など100店舗以上がですね並んでいるんです。こちらが小倉名物のぬか味噌炊きですね。なんとイワシなどは骨まで食べられるそうなんです。そして水曜日はといいますと、もちろん営業しているお店多いんですけれども、中にはお休みのお店もあるそうです。かつ午後2時から4時までの間は比較的お客さんが少ない時間帯ということで、お買い物される方、ある意味水曜日のこの時間帯は狙い目かもしれないですね。こんにちは、よろしくお願いします。続いてお邪魔するお店が岩田屋餅菓子店です。まずショーケースから見ていきましょうか。はい、ご覧ください。昔ながらの水羊羹に淡雪、そして淡雪ブルーベリーがトッピングされているものもありますね。シュワッとした口どけが特徴なんですよね。中でも季節限定の商品があるそうで、お願いします。はい、どちらになりますか。はい、そうですね、丹後の節句に向けてですね、毎年ご好評いただいてます柏餅と、あとちまきの販売を開始しております。
美味しそうですね。ではこちらで試食させていただけるということで、ありがとうございます。もうとっても大人気のお店で、夕方には、ね、ほとんどの商品が売り切れてしまうほどなんだそうです。わあ、美味しそうですよ。しかもかなり大きいですね。いただきます。わあ、いいですね。あ、おー、もちもち、おー、伸びましたね。美味しそう。わあ、しかもあんこぎっしりですね。あんこのもちっとしたお餅の食感もたまらないです。美味しいですね。さあ、それではお話を伺いますが、旦過市場の最近の人出はいかがですか？そうですね、人通りも増えて、以前のようなにぎわいが戻ってきたなと感じてます。海外のお客さんも多いですよね。そうですね、はい、観光のお客様も増えましたね。今後の旦過市場がどうなっていってほしい、将来の展望があれば聞かせてもらってもいいですか？そうですね、皆様のご支援があって本当に今があると感謝しております。そうですね、その思いを大切にしながらですね、元気に営業しておりますので、どうぞ皆様旦過市場の方にお越しいただけると嬉しいです。ありがとうございます。本当にね、待ち望んでいたっていう方が多いんじゃないでしょうかね。こうして取材続けていますと、本当に各店舗からいらっしゃいませという威勢のいい声が聞こえてきまして、今まで その変わらない旦過市場の光景が戻ってきつつあるのかなという印象を受けます。では最後にお邪魔するお店が北九州名物柏うどんです。皆さんご存知の通りですね、小倉駅の7番8番ホームでしか食べられなかったうどんが、この度旦過市場にお店としてオープンしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。わー、ありがとうございます。こちらが柏うどんですね。これぞ北九州のソウルフード。ではいただきます。熱そうですね。ふうふうしながらいただきます。うん、気をつけてくださいね。ゆっくりどうぞ。あ、うん、おいしそう。いいですね。あ、いい顔。素敵なすすりっぷり。おいしそう。これお醤油ベースのだし、そしてお肉の旨味がよく出てます。麺と絡んで本当においしいですね。こちらの北九州名物柏うどんのお店のオープンが去年の11月、つまり去年の火災の後なんですよね。はい、そのオープンに至ったのもオーナーの久住さんのある経験が関係されていると聞きました。はい、僕は沖縄の方にずっといまして、帰ってきた時に、火災になりました。でその時にですね、うちのお袋がすごくここお世話になってたんで、旦過市場をでどうにかなんか手伝いたいなと思って、でこの柏うどんの社長と仲間とですね話して、でこの柏うどんを1号店をここに出しました。本当に心が温かくなるお話ですね。そのホーム街に記念すべき1店舗目がここ旦過市場にできたということで、喜んでる方多いんじゃないですか？そうですね、やっぱり駅を利用しなくなった方がですね、やっぱこの旦過できたよということで、あ、じゃあ行こうということでですね、皆さん帰ってきてくれてます。またさらにこの旦過市場が活気づきそうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今日は旦過市場の今を中継でお伝えしました。